ビューディンゲンには都市防衛施設がほぼ完全に残されている。写真はそのうちのウンター島はビューディンゲンはドイツ連邦共和国ヘッセン州ベッテラウ軍に属す市である。ラインマイン地方の東端ベッテラウ軍の南東部に位置する。1972年までは同盟の軍の軍庁所在地であった。ビューディンゲンはベッテラウがホーゲルスベルク山地に至る移部にあたるゼメンバッハ。 川沿いの森の豊かな地域に位置している。本市は上管を有する中世の趣きを残す旧市街で全国的に知られている。この旧市街はヨーロッパでも良好に保存されている中世都市の一つに数えられる。ビューディング市の面積は122平方キロメートルで、本軍最大、ヘッセン州でも最も広い都市の一つである。ビューディング園はベッテラウ東部。 ホーゲルスベルク山地の麓の海抜160メートルに位置している。ゼーメンバッハ川沿いの本市はバルバロッサとシゲルンハウゼンの北西15キロメートル、ハーナウの北25キロメートル、フランクフルトアムマインの北約35キロメートルにあたる。中核区の東部はビューディンゲンの森に接している。ビューディンゲンの南側はビューディンゲンメアホルツ丘陵を境とする。また、 本市は、ドイツ木組の家街道やドイツ観光街道、アルプスワルト海ルートに面している。ビューディンゲンは、北は、ケーフェンドーと、東は、ベヒタースバッハ、南はグジュンダウ及び、ロンネブルク、南西はハンマースバッハ及びリーメスハイン、西はアルテンシュタット及び、グラウブルク、北西は、オルテンベルクと境を接している。ビューディンゲンは湿った、デー上の谷に位置している。 このため、上間と旧市街は、ブナの柱を建て、何百年も経た、多くの板を張った地盤によっている。地下水面は常に高い位置にあり、これにより地下構造物は空気に触れることがない。1972年以降、ビューディンゲン市には、以下の16市区が属している。アウレン・ディーバッハ、ビューヒエス、ビューディンゲン、カルバッハ、ディーバッハームハーク、デューデルスハイム、 ゥーデンロート、エッカーツハウゼン、ローアバッハ、ミヒエラウ、オルレスハウゼン、リンダービューゲン、ロールバッハ、ホンハウゼン、ボルフ、ボルファーボルン。これと同時に、ビューディンゲン軍は廃止され、ビューディンゲンはベッテラウ軍に編入された。ビューディンゲンがベッテラウ軍に編入されたことを市民は当時も現在も快く思っていない。軍庁所在地フリートベルクへの 公共交通機関によるアクセスが現在でも不便であることがこうした反感をさらに助長している。ビューリンゲンという地名の由来は最終的に明らかになってはいない。地名研究家たちは推測として二つの仮説を述べている。幾人かの研究者は王の裁判所を意味する武人軍に由来するとしており、別の研究者らはブオドの子孫を意味する武ン人ンが起源であるとしている。 遅くとも1131年から登場する、ホンビューリンゲンを名乗る一族がどこからやってきたかも、はっきりしていない。しかし、その祖先がベッテラウに、多くの資産を有する高位貴族であったことは確かで、ある。このゲンビューリンゲン住民は、シュタウフェン家の忠実な信奉者であった。ホンビューリンゲン家は、政界諸行のマインツ大司教と古田修道院との関心が攻めに合う。 ヘッセン方白領に接するベッテラウ地方のほぼ中央付近に勢力を有していた。ビューディンゲン漁主化は何、世紀もの間、主権を拡大しようとする両勢力のバッファー的存在であった。紀元前の早い時期にはすでにビューディンゲン周辺で入植がなされていた。広い地域のケルト人入植地を示す証拠としてはグラウベルクで発見された。 考古学上極めて重要な紀元前5世紀の出土品がある。ヒルツェンハインやリンダービューゲンの出土品同様、カッテッコーが用いられている。260年から500年までアレマン人が住んだ後、メロビング町時代には別の入植地が形成された。700年頃、ビューリンゲング・ローセンドルフに名称不明の土地領主の木造のプライベートな 礼拝堂として、聖レミギウス教会が建設された。847年、ボルムス市教年第6に、ビューリンゲンという地名が登場するが、これがどこのビューリンゲンを指しているかは定かではない。聖レミギウス教会は、1050年頃に、現在の姿に増改築された。1131年に、領主、本ビューリンゲンが、初めて文献に登場する。ハルトマン一世。 本ビューリンゲンは1170年にゲルンハウゼン宮廷の代官及び白白となっている。ビューリンゲン村は1206年に初めて文献に記録されている。ビューリンゲン貴族家はゲルラ派二世の死によって1240年から1247年までの間にその男結家系が断絶した。ビューリンゲン旧市街地図その相続人は娘婿に、 アタル・フォン・ホーエンド・エブラウネック家、フォン・イーゼンブルク・ケンペニヒ家、フォン・トリムベルク家、フォン・ブロイベルク家、フォン・イーゼンブルク家であった。このうち、フォン・イーゼンブルク家がビューディングの所領から、下の共同相続人を排除することに成功した。1259年、ビューディング裁判所が初めて記録された。1330年7月26日に、皇帝ルートビヒ四世は、 ビューリンゲンの領主ルターフォン・イーゼンブルクにこの町の市場開催権を授けた。1353年、ビューリンゲンの領主ハインリヒ2世はビューリンゲン市に特許状を発行した。それはこの都市の自衛権を認め防衛軍を組織することを許可するものであった。ビューリンゲンの射撃クラブはその歴史にこの創設の日付を刻んでいる。1442年に ビューリンゲン領主化は白に昇格した。1578年、コーテールドルフ2世は、ビューリンゲン白に、喜び呼ばわれの手術の史上開催権を授けた。1480年から1510年までの間に、ルートビヒ2世白は、古い紙壁の前に新たに堅牢な紙壁体を設け、22本の、トートハルブスクヘイルを装備した。この壁は、現在も、 完全に保存されており、ドイツで最も重要な中世後期の防衛施設の一つとなっている。1521年のボルムス帝国会議後、マルティンルターはアイゼナハへ亡命する途上をビューディンゲン地方を通り、イーゼンブルク家の艦隊を受けたと推測される。なぜなら、ビューディンゲン家とクーヤスレキをエイスラリージオの原則に従いその領民は、すでにこの年に、 プロテスタントに改収していたからである。ドイツにおける宗教改革運動の高まりとともに、この町は後にカルバン主義に再度改収した。1576年、ペストが多くの住民の命を奪った。1632年にも再びペストがこの町を襲った。1590年には大火が起こり、48棟の住宅と納や,や家畜小屋が焼失した。 1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたビューリンゲン1634年皇帝の軍隊がビューリンゲンを占領しスウェーデン軍は追いやられ街中に悪事がはびこった市民は殺害され多くの家屋が焼き払われた1601年ボルフガングエルンスト博はラテン語学校を設立した現在のボルフガングエルンストイコールギムナジウムである 宗教寛容法により、エルンスト・カジミール一世博は、1712年に、ビューディンゲンを増強することを決めた。その後1724年までにウンター島和の前に、城外都市を建設し、そこにユグノー派、バルド派、インスピレーショナリストなど他の地域からの、宗教難民が住み着いた。1806年にイーゼンブルクビューディンゲン博領は、イーゼンブルクビル公領に併合された。 1816年のウィーン会議で、イーゼンブルク公領は、ヘッセンダルムシュタット大公国と、ヘッセンカッセル選定公領に分割され、ビューディングゲムは、ヘッセンダルムシュタット大公国領となった。エルンスト・カジミール三世博は、1840年に、大公の指示により世襲の公に昇格された。1822年に、ヘッセンダルムシュタット大公国の行政と司法が、 分離された。ビューディンゲンは、ビューディンゲン地方裁判所管区の本部所在地となった。これは、後のビューディンゲン軍の起源であった。ヘッセンダルムシュタット大公国は1828年に、プロイセンと関税同盟を締結したが、この小取引は、ビューディンゲンと境を接する、ヘッセンカッセル選定校によって妨げられた。ビューディンゲンが属する州の住民は困窮し、 物価の高騰、物品購入税、職場の欠如、安い賃金、高い税金、警官や行政の横暴に怒りを募らせた。ヘッセン政府は自分たちの利益を守るために芽生えかけた暴動を抑え込むべく軍事司令部をビューディンゲンに移し、60人の軍勢が直ちにこの町に配備された。1830年、ビューディンゲンで関税一揆が起こった。 9月30日の夜に2000人の武装した農民が、市門の前に集まり、通行を要求した。市の行政府ははじめこれを拒絶していたが、反乱者の数がどんどん増加したため開門した。農民たちは税関を破壊し、書類を焼却し、夕方前に引き上げた。数日後ブッツバッハの竜気兵が、一味を追い詰め、暴動に参加した農民を追放した。 1839年に、手工業学校が創設された。1867年から1868年に、マチルデンホスピタルが建設された。1879年には、ホアシュシューンとクレディートカッセが設立された。1739年から、ビューディンゲンとフランクフルトアムマインとの間の、郵便連絡が成立した。週に1回郵便馬車が、 週に2回場に乗った配達府が利用できた。1869年から1870年に鉄道ビューリンゲンゲルンハウゼン線が建設された。1879年に体育館や校長宿舎を有する新しいギムナジウムが建設された。1888年から1895年までの間に市は水道網を建設し一部で 下水工事も始めた。1910年には、市営のガス工場が建設された。1913年、ビューリン面に電灯が灯った。1911年、ブルーの通りに、新しい国民学校が建設された。農家の購入、販売共同組合の創立は1920年であった。1965年には、私立図書館を含む、 市民会館が完成した。1936年からビューディンゲンは軍事都市となった。クリューガー兵舎が建設されたのである。ここには第3機関銃大隊、第15機構守備部隊、第2次世界大戦中には第9機構守備補充部隊が配備された。1945年から2007年までこの弊社はアームストロング弊社としてアメリカ軍の 第三機構師団をはじめとするアメリカ軍の様々な部隊に利用された。この弊社の最後の部隊として、アメリカ陸軍第5軍団第1装甲師団第4、旅団第1装甲機動連隊第1戦車中隊の約620人の兵士と900人以上の家族が2007年半ばにビューリン園から去っていった。ビューリン園では国家貿易分野で個人的にそれに携わり、 国家社会主義独裁体制下で有名であった人物が一部は戦後にも残っていた。私立文書館にはこの時代の文献に明らかな欠落があり、1960年代の軍の行政活動に関する文書がほとんど破棄されてしまっていることがこの時代の研究を困難なものにしている。本史と当時は独立した自治体であった現在の市区では、 1933年にはすでにナチ党による権力掌握が行われており、例えばアドルフ・ヒトラーを名誉市民に任命している。また、様々な地区で通りの名前がナチ党指導者にちなんだ名称に改名されてもいる。現在のベルリナー通りはアドルフ・ヒトラー通り、マッケンゼン通りはヘルマン・ゲーリング通りといった具合であった。ビューディングのハンス・ハントベルクや、 ヨーゼフ・ブレイザーも国家社会主義運動の殉教者として栄誉を称えられ通りの名前となった。ビューリンゲンでは1933年から1938年までユダヤ人やユダヤ教施設に対する侵害が行われた。1938年に最後のユダヤ人がビューリンゲンを去って移住していった。1938年11月9日の夜に ビューディンゲンの突撃隊軌道襲撃犯が、デューデルスハイムに現れ、デューデルスハイム在住の支持者がこれに付き従った。計画的な集団迫害の一環として、ビューディンゲンやデューデルスハイムのナチス信奉者で、構成されたボートが、シナゴーグに殺到し、窓ガラスを粉砕し、カーテンに火をつけた。テーブル、チョイス、聖書台、その他のちょうどは荒らされ、車に積み込まれ、 広場に運ばれて、群衆が観護する中で焼却された。デューデルスハイムに住んでいた、ユダヤ住民の家はこじ開けられ、荒らされ、一部では略奪も行われた。ある55歳の人物はトイレから引きずり出され、糞尿をかけられ、52歳の弟と共に殴り倒され、足毛にされながら視聴者まで追い立てられた。この兄弟はそこで頭に袋をかぶせられ放棄を手に、 踊ることを強要された。別の51歳の人物は二人のデューデルスハイム、住民によって拉致され、その間誰かが、うなじの上に馬乗りになっていた。ユダヤ住民は、その後視聴者ホールに連れて行かれ、罵倒され、嘲笑された。何人かはロープを首に巻かれ、粉袋を頭にかぶせられ、窓から群衆にさらされた。古い視聴者に取り付けられた、新中盤は、 こうしたビューリングのユダヤ人の運命を記念している。死者を改装し、少者を戒めるために国家社会主義者の独裁により、生存の基盤を奪われ、迫害され、殺害された、ビューリンゲン社会のユダヤ人構成員を思い出し、肝に銘じるために私たちは、ビューリンゲンのすべてのユダヤ人の痛みを嘆き悲しむ。ライナーバーユスのテキストは、ビューリンゲン及びその区における、 ナチスの強制労働をテーマとしている。このテキストはビューリンゲンの歴史パンフレットで公表されている。ビューリンゲンにはベッテラウマイン、タウバー人地軍に属す19機の統治下があった。このうち18機は戦後アメリカ軍によって爆破された。唯一アムハインに統治下が残されている。ディーター・バフラートが制作した第二次世界大戦の 犠牲者記念碑1960年4月15日に、マールブルクの彫刻家、ディーター・パフラートが制作した第二次世界大戦の犠牲者記念碑が除幕された。この記念碑は、現在のマックス・ハルバーシュタット公園内の私立学校の前に建てられ、善良な市民に対する戦争の非人道的暴力、戦場での犠牲者、故郷から追放された人々、戦争捕虜収容所、 政治犯収容所、強制収容所で、戦中、戦後に、死の恐怖に苦しめられた人々を追悼している。パフラートは、この記念碑が戦没した兵士だけでなく、戦争の犠牲者すべてを記念していることを、強調している。戦没兵士のための別の記念碑が、民間主導で、ビューディンゲン墓地に建てられており、ここには戦没したビューディンゲンの兵士の名前が、列記されている。 1972年のヘッセン州の地域再編は、ビューリンゲでは他国の行政機構による地方自治の特別事業と認識された。スピード主体の州政府の連携パートナーである FDP 主導で行われた1970年からの改革は不自然なものであった。目標は、軍と自治体の数を大幅に削減することであった。市町村再編。 自由意思に基づく合併の結果、1971年11月26日に、アルトビーデルムス、アウレン・ディーバッハ、ビューヒエス、カル・バッハ、ディーバッハームハーク、トゥーデン・ロート、エッカーツ・ハウゼン、ローア・バッハ、ミヒエラウ、オルレス・ハウゼン、リンダー・ビューゲン、ロール・バッハ、ホン・ハウゼン、ボルフ、ボルファー・ボルーンの境会変更協定が締結された。 デューデルスハイムの代表委員会は7票対6票でビューディンゲンとの交渉打ち切りを決定した。1971年12月13日に市の運営委員会はミッテルグリュンダウと協定を結んだ。州政府は1971年12月21日にアルトビーデルムス、ミヒエラウ、ミッテルグリュンダウ、ボルファーボルンとの協定を 現在進行中の計画的調整に鑑み、差し戻した。州政府は、アルトビーデルムスは、ロンネーブルクへ、ミッテルグルンダウは、グルンダウへ、ミヒエラウとボルファーボルンは、ケーフェンドートに合併することを目論んでいた。1972年7月11日に制定され、1972年8月1日に、発行した法律によって、ボルファーボルンとデューデルスハイムは、 ビューリンゲンに合併された。ミッテルグリュンナウの合併相手に関する訴えは後に行政裁判所で退けられた。軍域再編、ビューリンゲン軍の廃止を伴う軍域再編は地元関係者の激しい抵抗と厳しい抗議をもたらした。現在の軍割の決定は衆議会の FDP 議員団の1971年8月28日の構想に基づいている。 ビューリング氏はフリートベルク軍への編入を圧倒的多数で否決しハーナウ軍への編入に賛成票を投じた。編入協定は1972年4月19日にビューリング園で署名された。ヘッセン州議会は上記の決定を無視した1972年7月11日の再編成に関する法律によって1972年8月1日の 発行により現在の軍校生を構築した。ビューリンゲンのマリエン教会すべての宿を含め、人口の57.9%が、福音主義、13.9%が、ローマイコールカトリック、28.2%が、その他の宗教の信者もしくは、無宗教者である。市議会の議場が入る、旧市庁舎2011年3月27日の選挙以降、 ビューリンゲンの市議会は37議席で構成されている。ビューリンゲン市長のエイリヒシュパーマーは2003年10月12日の選挙で58.5%の票を獲得して市長に初当選した。この選挙の投票率は51.0%であった。彼は2009年9月27日の選挙で56.3%の票を獲得して再選された。 この選挙の投票率は71.7%であった。図柄、金字に紋章を横切る赤い鏡壁。壁には黒い紋と金の落としと、その背後に2層の赤い塔がそびえている。上層には銀字に2本の黒い横帯の紋章が掲げられ、同様の、ただし黒帯が銀の吹き流しに接する形の旗が塔の両側に2本立てられている。 この塔の両側に2本の教壁をいただいた単層の赤い塔が立っている。この塔には中央の塔の下層と同様に従眼が開いている。この死の紋章は死の印象を転用したもので、1982年12月13日にヘッセン州内務大臣によって認可された。ビューリンゲンの紋章動物はカエルである。これは中世の防衛施設前の堀にカエルが生息していた。 ことに由来する。現在では、カエルは、ビューディンゲンの公共施設や、民間施設、芸術作品に、様々なバリエーションで現れる。ビューディンゲンの姉妹都市のシンボルマークビューディンゲン市は、ベルギー、フランス、チェコ、ルーマニア、アメリカ合衆国、ブランデンブルク州の都市と、姉妹都市協定を結んでいる。地域再編以前から、現在市区の一つになっているアウレンディーバフ派と、 ベルギー、ウェストイコールフランデルン州ギステルとの間で、姉妹都市協定が結ばれていた。フランス、ブルターニュ地方のルデアックと、ビューディンゲンとの姉妹都市協定は、1983年5月28日に、当時の漁師の市長イブ・ローパーとエーバーハルト・バウナーによって締結された。1982年にビューディンゲンの公式代表団がルディアックを訪問し、 姉妹都市協定締結に向けた最初の交渉を行った。この姉妹都市協定締結は現在の生活にも影響を及ぼしている。毎年春にボルフガングエルンストイコールギムナジウムとシューレアムドールベルクの学生はルデアックの学生と交換留学の機会がある。両都市間の公式な交流は2年ごとの定期的なルデアックのブラデリー訪問や 聖ニコラウスの週末の幼稚園訪問を行っている。アメリカ合衆国イリノイ州のティンレイパークとビューディンゲンの姉妹都市関係は、講師フェルディナント2イーゼンブルクーンとビューディンゲンとビューディンゲンに駐在していたパトリック・イーレア隊衣との交友関係に基づいている。1986年にティンレイパークからの派遣団がビューディンゲンを訪れた。 市の運営委員会は1988年に公式に姉妹都市協定を結んだ。1989年9月に148人のビューリンガー市民がビューリンゲン消防音楽隊とともに2週間ティンレイパークを訪問し、姉妹都市関係を強固なものにした。2006年にも大規模な訪問団がこの姉妹都市を訪れている。 ブランデンブルクのヘルツベルク福音主義協会とビューリンゲン福音主義協会は、東西ドイツの壁が崩壊する何年も前から交流を行ってきた。1990年に市長のエーバーハルト・バウナーと市議会代表者のビルヘルム・クレルが率いるビューリンゲン市の公式代表団が最初の交渉を行うためヘルツベルク市を訪問した。ドイツ再統一が決定する前であったが、 ヘルズベルクで姉妹都市協定は署名された。旧ブルンタール軍はベッテラウ軍のモラビアスレスコ州に位置する姉妹軍であった。1999年に当時のブルンタール市長ペトル・クレーチーが姉妹都市を探していたとき、軍長のグナードルを介してビューリング市にコンタクトがあった。2000年4月、市長ベルントルフトが率いる。 ビューディンゲン氏の公式代表団がブルンタールを訪問した。その後すぐに市議会で適切な決議がなされた。100人以上の参加者からなるビューディンゲンのグループが2001年4月末にブルーントルを訪れた。ビューディンゲンの宿、ミヒエラウ、ボルファーボルン、リンダービューゲン、ホンハウゼンとセベシュとの将来姉妹都市関係を結ぶための最初の接触を行った。 ビューリンゲンの幹線道路。青線がアウトバーン、赤線が連邦道。道路交通本市はアウトバーン A66 号線グリンダウリーインターチェンジ経由、または A45 号線アルテンシュタットインターチェンジ経由でアウトバーン網に接続している。南西部に位置する地区はこの他に2007年に建設されたハンマースバッハインターチェンジも利用できる。 ビューディンゲンは、連邦道 B457 号線及び B521 号線沿いに位置している。前者は、ギー線から、ニッタを経由して、A66 号線のグルンダウリーインターチェンジに至る。その過程でビューヒエス及びビューディンゲンを抜け、ロールバッハ、アウレンディバッハ、ホンハウゼンの近くを通る。連邦道 B521 号線は、 ビューヒエスを起点として、デューデルスハイムを通り、アルテンシュタット及び、ニッテラウを経由して、フランクフルトアムマインに至る。交通量が多く、道路が一部大変に狭くなっているため、ビューディンゲン、ビューヒエス、オルレスハウゼンを迂回するバイパス道路が以前から必要とされていた。そのルートについては、検討がなされている、鉄道交通ビューディンゲンは、ギーセンからニッタを経由して、 ゲルンハウゼンに至るラーン・キンチヒ鉄道沿いに一致している。駅は中核宿とビューヒエスにある。両方面に60分間隔で列車が発着し、ラッシュ時には30分ごとに列車が運行される。ギーセンへは75分、ゲルンハウゼン乗り換えで、フランクフルトアムマインまでは55分で到着する。ラーン・キンチヒ鉄道は、ニッタやグラウブルク・シュトックハイムで乗り換えることもできる。 バス交通、ビューリンゲン駅前では、アルテンシタット、デーデルン、オルテンベルク、ケーフェンロート、ロンネブルク、ハンマースバッハ、ショッテンジヒエンハウゼン、ショッテンホエローツコプフ、フリートベルクなどの周辺地域行きの11のバス路線が接続する。374系の路線は、早朝や夜遅くに、ゲルンハウゼン駅、グラウブルク駅、ニッタ駅を結ぶ。 鉄道路線の保管という特別な役割を担っている。特に週末には夜間の運行プランを強化している。この他にビューリンゲンとアルテンシュタットとの間にあらかじめ電話で依頼するデマンドバスがある。バスの運行時間はアルテンシュタット駅の鉄道運行時間に合わせられており、これにより夕方から夜間のフランクフルトアムマインへの往来が可能となる。 さらに5月初めから10月末までの週末及び、祝日に、ホーゲルスベルガーフルカンイコールエクスプレスが、ホーエローツコプフからビューリンゲンに出発する。自転車キャリーを備えており、駅での発着時間は鉄道に合わせられているため、主に観光目的に利用されている。2013年1月14日以降、シバス FB-46 系統も運行を再開した。 その他の交通もよりの国際空港はフランクフルトにあり自動車で30から40分で到着できる。1959年から2007年まで市の西端にアメリカ軍のヘリコプター飛行場があった。この飛行場はわずか100メートルほど南東に位置するアームストロング兵舎に属していた。ボルフガングエルンストイコールギムナジウム教育機関。 ビューリンウェンク裁判所観光庁レジャー及びスポーツ施設ミニゴルフ蒸気組建築が立ち並ぶビューリンウンのマルクト広場ビューリンウンはしばしばヘッセンのローテンブルクと称される歴史的中核式には建築物がありその一部は何百年も前のものであるその多くの1階が重量感のある砂岩で建設されているのは当時の火災から守るためであった見どころは 保存状態の良い中世の都市防衛施設であった。主壁、防衛塔、指門の大部分が保存されており、一部は人が歩いて通ることができる。ビューディンゲンはドイツ木組の家街道に面している。特に魅力的なのは、前に橋があるウンター島で1503年に完成した。この門は、ルート美ヒ迫の息子が巡礼の旅から帰った後に、 イエルサレムのシャーフスモンのコピーとして建設されたと言い伝えられている。ビューリンゲン城はその中核部がシュタウフェン城に遡る水城で16世紀に現在の外観となった。ビューリンゲン領主時代の施設からすでに城観と呼ばれていた。現在でもこの城にはイーゼンブルクーンとビューリンゲン公の家族が住んでいる。 上館の外閣部には訪問者が自由に立ち入ることができる。建物自体はガイド付きツアーで見学することができる。上館のすぐ裏には広い公共の上館公園であり、現在はビューリン園住民の憩いの場として利用されている。本市の最も古い家屋が下エネルネスハウスである。この建物は他の木組建築とは異なり完全な石像建築である。 この建物は、城西風の壁を有しており、ミュールモンの重要な橋のたもとを防衛する役割を担っている。この建物は、都市防衛施設と一体化した要素の一つとなっている。この町で最も古いルネサンス建築がオーバーホーフである。16世紀のお職人の老朽化した家は、2013年に、工業時代からの文書を収めた文書館として利用されるようになった。 歴史的視聴者は、ビューリンゲン市場の中心であり、屋内市場や武登場、遊戯場として使われ、上層は、重罪裁判所として使われた。現在は、ホイゾン博物館が入居しており、市議会の議場として利用されている。肉屋博物館が入居しているシュラークハウスこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。